こんばんは1月2日土曜日の夜でございます平山茂ですどうも皆さん遊んでますか楽しんでますかゆっくり休んでますかさ今日はですねあのー、宝くじの、えー、先月ですね年末ジャンボ宝くじ買った動画とかね上げさせてもらったんですけれどもそちらの、えー、結果発表の動画もね同じタイミングで上げてると思いますのでぜひそちらも、えー、暇つぶしに 見ていいいい、たただきたいなと思いますはい、結果がどうなったかどうかはちょっと動画の方で確認してみてください大丈夫だよ大丈夫大丈夫だからね大丈夫だようん大丈夫大丈夫ちょっとあのー、実家に帰ってきてね時間もあったのでちょっとあのー、この動画をね YouTube 用にいろいろもっとね 照明がいるんじゃないかと思ってこういう照明をね照明道具をいろいろ買い揃えましてまあ本当こうなんか輪っかーになってるやつがねいいらしいんですけどこのカメラの後ろに置くとねそういうのがいいらしいんですけどまあこういう感じでちょっとね少しでも光をということでいろいろバージョンアップしてお届けしておりますそれがどうしたって話なんですけれどもまあ何が言いたいかというとですね YouTube を始めるんじゃないいかと思いますし実際そういう動きになってきてるような気がします。まあ、当然の動きだとは思うんですけれどもねなんか一人一チャンネル持つような時代になっちゃうんじゃないかなというぐらいねもう一つの SNS ぐらいな感覚で Facebook とかねインスタグラムをやるような感覚で YouTube チャンネルを個人がどんどん、ね、登録作っていくんじゃないかなという気がしてますっていう話です。 大丈夫だよ大丈夫ちょっとまあ僕も初めてまだ3ヶ月が経ったぐらいでねもうちょっとでやっとこの「大丈夫だよ」もう100日目みたいな感じにはなるんですけれどもえ引き続きですね「大丈夫だよ大丈夫だよ」って言っていきます今日またチャンネル登録者数がお一人増えまして今日の段階で27人 いやー嬉しいですね本当に嬉しいですちょっとまだご期待以上のことができてないような気もしてるんですけれどもまあ今後もですね頑張っていきますので皆さんも一緒に頑張っていきましょうねまもなく、ね、日月と月曜日からお仕事4日からねお仕事の方も多いでしょうし、まあ、もうお仕事仕事始めだよっていう方もねたくさんいらっしゃると思います、えー、一緒に頑張っていきましょう大丈夫ですから 大丈夫大丈夫また明日の動画もぜひお楽しみにしていただきたいと思います一緒にこれからも頑張っていきましょう大丈夫だからね大丈夫ということでまた明日会いましょう平山茂でしたおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさいまた明日